NH ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。型中日記第13章へようこそ。皆さんこんにちは。今日のナレーターは私です。ファンクズホングスダイアリーの他のストーリーを見たい場合は、上の情報バーをクリックしてください。今日の物語は、スーパーナチュラルコムユーニエのレイ氏によるもので、以下の物語が一人称で語られます。1976年、18歳で不動産業界に入りました。こうしてあっという間に33年が経ちました。私は広告代理店に勤務し、プリセールス、代理店営業、不動産業者と昇進してきました。最終的に私と3人の兄弟は一緒に建設会社を設立しました。したがって私は生涯を通じて不動産の戦場で戦い続けてきました。今日皆さんにお届けする物語は、昔、高尾県宝山市中山東寺の路地で起きたものです。これは非常にスリリングな多伝統事件です。この話をする前は、それが30年以上前の昨日の出来事のように感じられます。このビデオを見ている友人の中には、当時のことを思い出す人も多いかもしれません。当時私は不動産仲介業界で奮闘し、様々な経験をさせていただきました。この物語の舞台は、不思議な雰囲気が漂う路地。この事件の間に、私は決して忘れることのない信じられないほどの超自然的な出来事をいくつか経験しました。この物語は過去を明らかにする思い出であるだけでなく、その時代への教習と回想でもあります。皆さんもこの超常現象の物語に入り込み、当時の恐怖と謎を体験していただければ幸いです。おそらくまだ生まれていなかった時代、住宅価格は非常に安かったのですが、驚くべき事実をお話ししましょう。当時、3階建ての多伝住宅の床面積はわずか 20.5 平方メートルで、円床面積は約28平方メートルでした。いくらかかると思いますか？希望価格は66万元で、金額は新台湾ドルだった。はい、そうです。ニュー台湾ドル、正確には新台湾ドルです。疑わないでください。3回言いました。1976年の中華民国では、高雄市中心部の一等地にある店先の家に数千万ドルの価格がかかり、この家がいわゆる乱価格に位置していたことは言うまでもありません。誰かが値段を尋ねに来たると、私たちは皆大笑いします。これは階段状の建物で、尾根のない長い路地の最後から4番目に位置します。尾なし路地とは何ですか？道の行き止まりが壁や家で出口がない限り、それは果てしなく続く路地であり、行き止まり路地とも呼ばれます。風水によれば、尾のない路地にある家は良いか悪いかのどちらかです。この場合の路地は非常に狭いため、車は入れるものの、運転技術が悪くバックで路地から出てしまうと、運が良ければバンパーが外れてバックミラーがなくなる可能性があります。この尾びれのない路地の謎と狭さが、物語全体にさらなる謎を加えています。この環境で起こることは、当然、人々の好奇心や恐怖を呼び起こす可能性が高くなります。これは、町の片隅に隠された謎の不動産事件を描く、手に汗握る物語です。運悪くアクセルがブレーキのようになり、板金に大きな凹みができてしまうということは、初期の住宅仲介会社ではよくあったことです。当時、男性は症例ソースの開発のみを担当し、女性は指導のみを担当していました。運が良く、個人的な事件ソースが十分にあれば、引き取った事件からまだ利益を得ることができた当時、月収が100万を超えることは珍しくありませんでした。しかし、私のケースの合計価格はわずか66万元で、大きな荷物は言うまでもなく、パン1個さえありません。当時、現在の高雄市道夢寺の北側には海の漁場格差が生い茂った農地があり、第25期区画整理区域と呼ばれていましたが、そこが現在の育骨積みの場所です。これはこの話と何の関係があるのでしょうか？もちろんあります。現在高雄市の阪神アリーナとなっている場所は、新進漁場と呼ばれる北高雄の非常に有名な漁場でした。ここで私は多くの不動産関係の友人や顧客に会いましたが、釣りに来る人もいれば、釣りに来る人もいます。
そして、私は魚を食べるためにここに来ました。私はまだ19歳だったので、釣りの仕方を知っていただけでなく、釣りも大好きでした。時には仕事の合間にここに来ることもあり、この釣り場で多くの不動産業界の仲間と出会い、その後のキャリアの確かな礎を築くことができました。この事件では、この家の男性オーナーの弟さんと会い、その日は二人で海釣り場で釣りをしていました。この肌の浅黒い先住民の兄弟は私に叫びました。誰だ、住宅会社の人ではないの？彼は私を指さして、おいおい言っておきますが、私の兄は大鳥山に家を持っています。売ります。別の日に見に連れて行きます。義理の妹があの家を売るのを手伝ってください。うわなんて、ことだ今回は、餌をかじるよりももっとエキサイティングだ。そこで私は釣り竿を一時的に置き、反対側に走って、この友人と話し、時間を決めることにしました。それから約1ヶ月後、家が空いており、長兄の義妹が台東に住んでいたため、負けない精神で台東まで電車に乗り、直接交渉しました。すべての手続きはスムーズに進みましたが、義妹の言葉に私の心は凍りつきました。義妹は、夫が古い家に残ることは考えられないので、台東に戻るつもりです。と言いました。えつ、ああ、いやいや、関係ないよ。予想外の事態に直面して、少し戸惑いました。義姉は引っ越すと言いましたが、この事件の裏には辛い話が隠されています。しかし、住宅仲介業者として、私は義理の妹にサポート取り替えを提供しながら、この事件を専門的に処理する必要があることを知っていました。これは課題と責任に満ちた仕事ですが、義理の妹の問題を解決し、この困難な時期をスムーズに乗り越えられるよう全力を尽くす決意です。台湾で誰も亡くなっていない場所はどこですか？この事件は今でも覚えていますが、私が初めて担当したお化け屋敷の事件でした。当時の私は相手に対してこう返しました。考えてみれば、若者はいつまでも若者です。そうすると、あまり価格に固執しないで、あまり差がなかったら売ればいいと思います。相手が同意した後、私は高尾に戻り、事件の詳細を記入し、事件の販売促進を開始しました。まず現場に到着しましたが、家の裏手には広い田んぼがあるようで、前提にはバイクを止める小さなスペースがありました。田んぼの端にガソリンスタンドがあります。初期の古いスタイルの多電住宅も同様で、家の外壁に蛇口があり、水を使うにはホームセンターに行って専用の蛇口スイッチを購入する必要がありました。屋内やキッチンに水圧器が設置されているところもあります。中に入ると、その家はしばらくの間誰も住んでいなかったことが分かりました。1階は何の変哲もない空間で、リビングを抜けてトイレを見ると、まだドアがありませんでした。私はキッチンに行き、それから階段に向かって5、6段登りました。階段を登る途中、理由もなくめまいを感じました。事件の背景のせいかもしれないし、古くて廃屋のせいかもしれない。歩きながら、私はこのお化け屋敷の歴史をこの事件のマーケティングにおいてどのように扱い、潜在的な購入者に快適で安全な住宅購入体験を提供するかを考えていました。しかし祈祷時は何と言うかを考え、も中津田から別段教師とも氏は中津田。それで私は歩き続けました。当時はいわゆるアルミ製のドアや窓はなく、木製の窓枠を2枚重ね、その間に曇り、ガラスを挟んでいるだけでした。2つの窓をロックするには、中央に丸い錠前があります。3階まで歩いて行きましたが、3階は天井がないので、構造が直接見えました。屋根は尖っていて、両側に徐々に広がっており、古い蛍光灯にはワイヤーが垂れ下がっており、スイッチはチキンハートの形をしていて、手動で押すことができることがわかりました。しかし、3階の窓際の床はかなり汚れていて、油汚れなのかその他の汚れなのか区別がつかず、かなり広い範囲でした。足でゴシゴシこするだけです。ふと思ったのですが、クソ、オーナーの奥さんが、オーナーはここでは考えられないって言ってた。どこで死んだんだっけ？これが私の立場であるべきですか？
質問するのを忘れてしまいとても後悔しました。この時、ある現象を発見しました。最上階の3階の部屋には、入りたい部屋への扉の他に、屋上へ続く扉、おそらく上下の通路がある階段。この部屋に立っていると、何とも言えない重さを感じました。それは死への恐怖かもしれないし、家の築年数とその過去の物語かもしれない。私は潜在的な購入者が安心して満足できるように、住宅の販売プロセス中にこの状況にうまく対処する方法を考え始めました。この事件は私のキャリアにおいて忘れられない挑戦となり、多くの経験と教訓を学んだ事件でもありました。そこには、が貼られており、窓やドアの隙間、固定された衣装ダンスには、紙巻物のようなものと薄い、の紙が詰められています。すべての紙を引っ張り出してみると、すべて、だった。欲求不満、もしかしてこれ。急いで走ってください。戦争が混乱していた時、私は急いで家のドアと窓を閉め、急いで外に出て、遠くない他の州から来た退役軍人に会いました。退役軍人はひどい訛りで私に話しかけました。お嬢さん、あなたは不動産会社の人ですか？この家を売るなんてとても勇気があるわね。どうしたの、おじさん？年老いたおじさんはこう言いました。先住民の家族です。夫はお酒は好きでしたが、働くのは好きではありませんでした。夫婦喧嘩をよく聞いていました。その後、夫は交通事故に遭い、足が不自由になりました。飲酒後、子供、妻、子供たちをよく殴りました。近所の人たち警察がよく来ますよ。老おじはさらにこう続けた。結局死はこの家で何も考えられなくなり去っていきました。しかし、死が亡くなった後、家は非常に奇妙になりました。夜になると常に奇妙な音が聞こえ、何人かが言ったそうです。おじいさんの話を聞いて、私は衝撃を受けました。この家には交通事故という不幸があっただけでなく、夫が内部で亡くなったという話もあったことが判明。このような状況の中で、どうすれば購入希望者に不安を与えずに情報を伝えることができるかを真剣に考え始めました。これは難しい仕事ですが、私はプロフェッショナルかつ献身的な態度でこの仕事に取り組み、この家の適切な所有者を見つけ、かつて起こった物語にハッピーエンドをもたらす決意をしています。おじさんがこんな形で人生を終えるとは思わなかった。おじさん、どうやって去ったの？私は興味深く尋ねました。年老いたおじは、彼は、首吊り器具を使ったのです。首を吊っている間に、大きな釘をたくさん飲み込んだので、首全体に穴が開き、折れそうになりました。私が、おじさんどうしてわかるの？と言うと彼の妻が見つけました。会うと彼女が泣いていると、彼女は外に逃げて泣きました。しかし私は助けに行きました。老人は私の怪訝な表情を見て、去った場所は3階の窓際で、そこに朝縄で首を吊っていた、と付け加えた。唖然としたので、こすったのは血だったのでしょうか？おじはなおも続けた、くそう、これまであまりにも多くの戦争を見てきたのに、何を恐れる必要があるというのか。階下に降りた時、台所からナイフを取り出してロープを切った。この時私はこう言いました。よく見ると死んだ男を見ている。あ、坊主言っておきますが本当にひどい状態です。体中は黒くなり、顔は紫色になっています。それに、言っておきますが、今あなたが触れたものは彼の血のはずです。その家の過去はあまりにも曖昧だったので私は恐怖と不快感を感じました。このような状況に直面しても、とても決断力があり、強いおじの勇気と冷静さに私は衝撃を受けました。次に、私はこのお化け屋敷に専門的な方法で対処し、個人にふさわしい所有者を見つけなければなりませんでした。これは、人へに家を売るという仕事だけではなく、生と死についての考察、そして人間の本性に触れるものでもあります。この事件は私のキャリアにおいて忘れられない経験となるでしょう。おじいさん、話すの早めてください。私は若いですが、臆病な人間ではありません。私はそう言いながら、このおじさんの前で革靴を脱ぎ、畑に放り込みました。裸足でもいいですよね。
年老いた叔父は私の動きを無視してこう続けました。坊主、知らないでしょう。この原住民が去って以来、この家は平和ではありませんでした。彼の妻と子供たちが対等に戻ってからは、この家ではいつも人々が歌を歌っています。ガラス瓶が割れる音。この前、夜中に斜め向かいに住む女性が、この男がベランダに寝そべって笑いかけているのを見て、ははは、と怖くなって実家に逃げ帰ったそうです。フロア時々、照明が勝手に点灯します。問題は、この家には長い間水道も電気もないことです。そう言っておじさんは嬉しそうな顔で去っていきました。わざと怖がらせるように言ったのではないかと思うのですが、私が怖がると思ってわざと言ったような気がしますよね。足も力も入らず、バイクを握る手も力が入らず、心は疑いと恐怖でいっぱいでした。この家に何が起こったのか、なぜこれほど奇妙な現象が起こるのか疑問に思いました。しかし、私はこれらの伝説に脅かされることを望まず、この家の新しい所有者を見つけ、同時に元の家族に新たなスタートを与えるために一生懸命働き続けることを決意しました。おそらく、これは課題と謎に満ちた事件ですが、この謎を解決するために私のプロフェッショナリズムと勇気を証明したいです。会社に戻り、社内会議でこの件について具体的に説明しました。ある女性マーケティング担当者は、家に何かが起こったことを知っていながらも、価格が安いため購入したいと考えている顧客がいると語った。それで私は家を見に行く約束をしましたが、その営業マンは行く勇気がなかったので、別の男性営業マンに無理やりアポを取ってもらい、新昼間に家を見に行きました。会議中、私は特に午前11時から午後1時までと午後11時から午前1時までの2時間を注意するよう全員に注意を促しました。白昼堂々と全てがうまくいくとは思わないでください。この2回は特にひどいです。見せることに同意しませんでしたか？もうすぐお昼の12時です。3人が現場に到着し、ドアを開けた。男性会社員は振り返った後、1階の外扉を閉め、表側に歩いて裏口を開けた。裏口は広い田んぼだといったことを覚えていますか？男性同僚は田んぼに面した裏口に立って、タバコに火をつけた。2人の女性が家の見張りに残された。突然、誰かが耳の後ろで息を吹きかけました。はあ。その息はまだ冷たかった。女性たちは恐怖で突然青ざめ、悲鳴を上げずにはいられませんでした。男性会社員も異変を感じて急いでドアを開けたが、裏口の前には誰もいなかった。この経験は皆の警戒心を高め、このお化け屋敷の伝説に神秘的な色を加えました。私は、この挑戦に真に応じてくれる買い手を探しながら、より慎重に訴訟を進める決意をしました。これは、新公取制の試練かもしれませんが、専門的な治療を受けて、この家の新しい所有者を見つけ、元の家族に新しい家を描くことができることを願っています。彼は、とても怖くなったので、すぐにタバコの火を消し、一緒にそれを見ようと中に入りました。それを読んだ後、私たちは顧客を送り出しました。というのも、訪問時にドアが2枚あり、外ドアを開けてから内ドアを開けたため、内ドアに差し込んでいた鍵が紛失していたとのこと。最後に入ってきた同僚の男性は、私が入ったら、外から人が入れないように外扉を閉めます。そして内扉に鍵を差し込みますよね。と言い裏口まで歩いて行きました。喫煙のためのドアを開けました。なぜ今鍵がないのですか？人々のグループが外で議論していた時、男性同僚が、それと、田んぼでタバコを吸っていた時、誰かが私の耳の後ろで息を吹きました。私は息を吹きました。と言いました。女性同僚の顔は即座にハルクに怯えました。どうしよう？どうしよう？二人が迷っていると同僚の女性がこの家から3部屋離れた隅っこの蛇口に鍵がかかっているのに気づきました。ベテランのおじさんが住んでいたあの部屋。二人で歩いて行って見てみると、その鍵は私たちの部屋のものであることがわかりました。
この発見は私たちに衝撃を与えましたが、もしかしたらベテランのおじさんの超常現象とこのお化け屋敷が関係しているのでしょうか？私たちは全ての真実を明らかにしたいと考えて、この手がかりを調査することにしました。同時に、これに対しても家の売却により謎が増え、プロセスはさらに複雑になります。私たちは今後も慎重な態度でこの事件に対処し、潜在的な購入者に安全な住宅購入環境を提供すると同時に、この住宅に適した所有者を見つけて、過去のモヤモヤに別れを告げさせたいと考えています。同僚らは顔を見合わせた後、逃げろ。と叫びその場から逃走した。これは全く意味がありません。なぜキーが勝手にそこに行くのでしょうか？理由はもう明らかではありません。最終的に当社は38万元で購入し、整理562万元で売却した。その後、この事件の隣人らは、この綺麗な家の新しい所有者は引っ越し後、自分のビジネスで多額の収入を得たと語った。この事件は同社の経験の一部となり、謎と奇妙な出来事に満ちた物語となりました。家が片付けられた後、それは新しい家の所有者にとって成功したキャリアの始まりであることが判明し、私たちは運命と家の背後にある物語についてより深く考えるようになりました。あらゆる奇妙な出来事にもかかわらず、私たちは最終的にこの事件を首尾よく処理することができました。この家の販売価格は購入価格よりもさらに高かったため、会社にかなりの利益がもたらされました。次回を愛する前に、この忘れられない経験を振り返り、今後の不動産に関するさらなるストーリーを楽しみにしましょう。皆さん見ていただきありがとうございます。また次回を愛しましょう。